こんにちは、アンソニーです。毎年この時期になると年明けの福袋が気になったりしますよね。洋服の福袋っていうのは割と当たり外れがあったりしてちょっと不安要素もあるんですけれども、スターバックスとかカフェの福袋っていうのはまず間違いなくお買い得ですから絶対買っておきたいなと思うんですけれども、でもスタバの福袋は結構すぐなくなるんですよね。売り切れになっちゃって、一時期は転売ヤーがめちゃめちゃな買い方をしたっていうことがニュースにもなったりしましたけど、なのでスターバックスは元日に早起きできれば買いに行こうかなっていうところなんですが、私知らなかったんですけどタリーズは予約できるんですよ、福袋を。ということで購入しました。はい、こちらタリーズの、2017年のハッピーバッグです。タリーズのハッピーバッグは3000円と5000円と1万円の3種類がありまして、中身的には5000円ぐらいがバランスがいいかなと思ったんですけれども、トートバッグがね、色がネイビーしかないんですよ。なのでちょっと今回は避けて3000円の一番安いやつにしました。まずトートバッグですね。これが色がこのカーキとそれからレッドの2種類あるそうです。で、今回のは、オンワードとのコラボレーションで、しっかりとね、張りのある、トートバッグになっているという感じですね。で、あ、いいですね。真ん中に、止めるボタンがね、ちゃんとついてます。で、中がちょっとオレンジのビニールになってますね。一つずつ見ていこうと思います。まずはこれはコーヒーチケットですね。ショートサイズのドリンクが飲めるチケット5枚です。これはなんだ、あ、キャンディーですね。はい、こういうキャンディーですけれども、このカンカンがねすごくデザインが可愛いので、なんか食べ終わった後も使いたくなるような感じですよね。で、コーヒー豆ですね。ブラジルダテーラサンライズという豆で、まあミディアムローストぐらいなんでしょうね。これはもう挽いてある豆になります。で、これがあ、コーヒーですね。紙パックで簡単に抽出できるようなタイプの、4杯入りのコーヒーです。で、最後がマグカップですね。まあ、はっきり言ってマグカップが欲しくて買ったようなもんなんですよ。あー、どうかな、ちょっと可愛すぎた。あー、なるほどね。はい、鳥年というのはいいんですけどね、ちょっと可愛すぎますね。これ女の子には喜ばれるんでしょうけど、もうちょっと渋いのが欲しかったかな。このトートバッグですけれども、中にはですね、筒状のポケットみたいなものがありまして、タンブラーを挿して固定できるというふうになってますね。で、これ本当ね、生地がすごくしっかりしていて、なんかおまけのトートバッグという感じではなくて、普通に売ってても買っちゃうかもっていうぐらいのいい感じだと思います。タリーズのハッピーバッグは12月2日から予約が始まっていたそうです。で、普通は、1月1日元日から、引き渡しないし発売が始まるっていう感じなんですけれども、なんか私の近所のタリーズは、なんかオフィスビルの中に入っているタリーズで、なんか年末年始お休みなんですって。なので、年明け4日から多分営業開始するのかな。なので4日から引き渡すわけにはいかないっていうことで、もう年内から引き渡しを始めてるっていう形で、私は12月26日に受け取ってきました。まあフライングゲットっていう感じなんですけれども、調子こいてネタバレすんじゃねえよって思われるかもしれませんが、まあ中身はね、タリーズに関して言うと、もうホームページにどういったものが入ってるかっていうのはほぼほぼ全部、発表されているので、大してネタバレにはならないかなと思います。
まあマグカップのデザインだけはね、当日楽しみにしている人がいるかもしれないので、ネタバレになったらすいません。はい、あとは雑談程度の話なんですけれども、皆さんスターバックスとタリーズどっちが好きですか？これはね、人によっていろいろ意見が様々あるような気がするんですけれども、私はタバコを吸う人間なので、季節のいい時であればスターバックスのテラス席に行きます。で、暑い時寒い時は、タリーズに行きますね。で、店内の雰囲気で言うと僕はどっちかっていうとタリーズの方が好きかなっていう感じです。まあお店によって若干内装は違いますけれども。で、飲み物はというと僕はカフェラテを飲みたいときはスターバックスで、カプチーノを飲みたいときはタリーズに行くっていう感じですね。まあこれも人によって違いがあると思いますけど、まあ、ちなみに私そのこういったシアトル系のお店ではあまりストレートコーヒーを飲むことはないです。多分自分で入れた方が美味しいので。はい、あでちょっと思い出したんですけど、私つい最近知ったことがありまして、スターバックスのワンモアチケットっていう制度があるじゃないですか。まあコーヒーを一杯頼むと、まあ、レシートもらえますよね。そのレシートを持っといて、同じ店にまた来たりとか、もしくは別のスターバックスでもいいんですけれども、そのレシートを見せて、ワンモアチケットでっていうと、コーヒーが一杯108円で飲めるんですよ。なので、2杯目が実質100円ということですから非常にお得ですねと。まあその日中でしか使えないんですけどね。まあそういう制度があるのは前から知ってたんですが、その使い方として例えば友達と2人でスターバックスに行きましたと。でその時に、コーヒーを2杯1つはワンモアチケットでっていう風に注文すると、まあ、1杯目は普通の値段で、もう1杯は108円で買うということができるそうで、あなるほど、そういう注文の仕方があったのかと思ってつい最近知りました。また使うチャンスがあったらね、そういう使い方もしてみたいと思います。はい、ということでタリーズのハッピーバッグ2017をフライングゲットしてきたぜというお話でした。それでは。